ボタン押しちゃいました。写真先の方がいいですか。あ、いいですよ。よろしいですか、このまま。はい、僕あの喋るので、はい、あのフランクな感じで、はい、と、はい、いうことで本日初参加いただきました小豚ちゃんです。ありがとうございます。こんにちは。どうも皆さん、こんにちは。イエイ。どうも。イエイ。オッケーですか。はい、ということで今日初参加フットサル大会いただきましたけれども、どうですか今のところ調子は。まあ一緒いっぱいです。はい、一緒いっぱい。本意なのか不本意なのか。本意です。あ、本意いいですね。なるほどなるほど。次頑張ります。はい、ぜひ。小豚ちゃん、これチーム名の由来は何でしょう。なんだっけ、ちょっとみんなぽっちゃりで、デブが多いからです。オブラートなしでいきます。ぽっちゃりでちょっと違うよ、大学が東京女子大学で、はい、トンジョって言われてて、はい、そうそう、あ、なるほど。トンが豚っていう読めるから、そこかかってるんですね。よくわかんないですよ。なるほど。これじゃあメンバーは大学の大学で、はい、みんな同じ大学です。違う、バカ野郎。顔色一つ変えないですね。友達と。なるほど、なかなか珍しいですね、女性4名と男性の方が少ないっていう、はい、ちなみにうちハーレムモードっていう女性が4人で男性1人っていうカテゴリーがあるんですよ。はい、男性がフィールドに1名入んなきゃいけなくて、あとは女性じゃなきゃいけないっていう。川越の方で今毎月2ヶ月に1回やってるんですけど、ぜひそっちの方も待ってますんで、はい、お願いします。さあ、ではじゃあ今日の意気込みをじゃあ最後言っていただいて締めたいと思うので、どなたか。キャプテンでいいですか。あっちゃんじゃない。意気込み。何でもいいぞ。これから1位目指して頑張ります。はい、ぜひトーナメントからが勝負ですからね。はい、この後ぜひ頑張ってください。はい、はい、では初参加小豚ちゃんでした。ありがとうございます。動画配信ありがとうございます。 YouTube 流れる。